はい、こんにちは。毎度おなじみゆうごドット TV のお時間が始まったよ。はい、早いことで今日は8月31日です。8月も今日で終わり、明日から9月、夏も終わりになると寂しくなりますね。まあ僕の嫌いな蚊も徐々にいなくなって、ぐっすり寝れる日が来ると思うといいですね。まあ、なんせ四季の中で僕一番秋が好きですね。やっぱり過ごしやすいし、あとはやっぱり食べ物もうまい。それはでかいですね、食べ物。サンマとか、まあ、キノコ類とか、鍋とかも美味しくなりますね。日本酒でクイッと、いいですね。はい、そんな日本酒やお酒でクイッといきたい、そこのあなた、特に女性の方に多いと思います。足のむくみ、まあ、お酒だけが問題じゃなくて、まあ、生活習慣とかそういうのも問題にあると思います。そういう足のむくみに悩んでいる方におすすめなのが、じゃじゃん、お湯に唐辛子を入れて足湯をすると足のむくみがなくなります。なくなるそうです。唐辛子、こちらをですね、まあ、お風呂に入るとき洗面器の中にパーン入れて、じゃーん、足をぶっ込んであげれば次の日足すっきりほっそりすると思います。ぜひお試しください。はい、それでは今回のゆうごドット TV はこれまで。お届けしたのは私佐久間ゆうご、25歳、好きな食べ物、これ前も言ったから省いといて、ここ JR 日形駅、千葉県の旭市、 JR 日形駅から徒歩1分でございます。手作りアクセサリーのお店ラスタ、こちらから全世界中に配信しております。インターネットでは手作りのウェディングショルダーネックレス、こちらを全国の花嫁様にレンタルしております。詳しくはラスタ RASTA ウェディングで検索してみてください。ツイッターやフェイスブック、アメブロ、ミクシー等のフォローも大歓迎でございます。それでは今回はこの辺で失礼します。8月最後、楽しんでください。ありがとうございました。